日本語を学ぶ多くの人が感じるのは、その複雑さと難しさです。日本語がなぜ難しいのか、理由はいくつかあります。まず、日本語の文字自体が複雑です。漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字体系があり、それぞれ異なるルールで使われます。 漢字は中国から日本に伝わった文字で意味を表すための文字体系です。漢字は一つ一つが意味を持ち、多くの場合、複数の読み方があります。漢字を使うことで、より複雑な概念や専門用語を表現することができます。漢字の数は多く、 一般的に常用漢字が約2000字以上あります。ひらがなは日本独自の文字体系で、音を表すための文字です。ひらがなは子供から大人まで幅広く使われ、日本語の基本的な文法や単語を表現するのに使われます。また、漢字の読み方を補助する役割も持ちます。 ひらがなは書きやすい形をしており、日本語の初学者や子供が最初に学ぶ文字としても適しています。カタカナもひらがなと同様に音を表すための文字ですが、主に外来語や技術用語、固有名詞などを表現するのに使われます。例えば、コンピューターやアメリカなどの単語は、 カタカナで書かれます。カタカナはひらがなよりも直線的な形をしており、しばしば強調や目立たせるためにも使われます。次に、日本語の文法が複雑です。英語と比べると、文の構造や語順が異なります。例えば、日本語では動詞の位置が英語と違います。 英語では一般的に動詞が文の中心に位置し、主語や目的語がその周りに配置されますが、日本語では基本的に文の最後に動詞が来ます。また、日本語では助詞が多く使われます。助詞は文の意味を明確にするために使われます。例えば、私はリンゴを食べます。 という文で、わと、おっか助詞として使われています。この文章を英語で表す場合、は、やおに対応する単語はありません。さらに、日本語には敬語という独特な言葉遣いがあります。日本語には尊敬語と謙譲語という異なる敬語があり、それぞれの場面で使われます。 しかし、どの状況でどの敬語を使うかを判断するのは外国人にとって難しいことです。日本語の敬語は言葉の形を変化させることで表現されるため、言葉の変化になれるのも難しいです。動詞や名詞、形容詞などの単語が敬語に変化するため、 それぞれの規則を覚える必要があります。敬語の使い方には日本の文化的な背景が関連しています。日本社会では年齢や社会的地位が重要視されるため、相手の立場や役割に応じて使う敬語が異なります。外国人にとってこのような文化的な背景を理解し、 適切な敬語を使うことは難しいことです。敬語を間違えると、相手に対する失礼や誤解を招く可能性があります。特に、日本語を学ぶ外国人にとっては、敬語の微妙なニュアンスや適切な使い方を把握することが難しいため、言葉の誤解や文化的な失敗を心配することがあります。 日本語の発音自体を難しいと感じる人もいます。特に母国語が日本語でない人にとっては発音やアクセントが難しいことがあります。また、日本語には調音や発音など他の言語にはない音があります。それに加え日本語には多くの方言があり地域によって 言葉や発音が異なるため、日本語を学ぶ際には、それらも理解する必要があります。以上のように、日本語が難しい理由は様々です。しかし、継続的な学習と実践によって、徐々にその難しさを克服していくことができます。日本語を楽しく学ぶには、 様々な方法があります。まず、日本の文化に触れることが重要です。アニメや漫画、映画、音楽など、興味を持っている分野を通じて日本語を学ぶと、学習がより楽しくなります。また、日本語を使って友達や言語交換パートナーとコミュニケーションをとることも効果的です。 実際の会話の練習ができるため、自然な言語の流れや表現を身につけることができます。さらに、ゲームやアプリを活用して、楽しみながら日本語の単語や文法を学ぶこともできます。自分の興味や関心に合ったトピックを選んで学習を進めることで、モチベーションを高めることができます。 定期的に振り返りを行い、自分の成長を確認することも大切です。また、学習の達成感を得るために、小さな目標や報酬を設定すると、モチベーションを保つことができます。これらの方法を組み合わせて、楽しみながら効果的に日本語を学習していきましょう。 日本語を学ぶ多くの人が感じるのは、その複雑さと難しさです。日本語がなぜ難しいのか、理由はいくつかあります。まず、日本語の文字自体が複雑です。漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字体系があり、それぞれ異なるルールで使われます。漢字は中国から日本に伝わった文字で意味を表すための文字体系です。漢字は一つ一つが意味を持ち、 多くの場合、複数の読み方があります。漢字を使うことで、より複雑な概念や専門用語を表現することができます。漢字の数は多く、一般的に常用漢字が約2000字以上あります。ひらがなは日本独自の文字体系で、音を表すための文字です。ひらがなは、子供から大人まで幅広く使われ、日本語の基本的な文法や単語を表現するのに使われます。 また、漢字の読み方を補助する役割も持ちます。ひらがなは書きやすい形をしており、日本語の初学者や子供が最初に学ぶ文字としても適しています。カタカナもひらがなと同様に音を表すための文字ですが、主に外来語や技術用語、固有名詞などを表現するのに使われます。例えば、コンピューターやアメリカなどの単語はカタカナで書かれます。 カタカナはひらがなよりも直線的な形をしており、しばしば強調や目立たせるためにも使われます。次に、日本語の文法が複雑です。英語と比べると、文の構造や語順が異なります。例えば、日本語では動詞の位置が英語と違います。英語では一般的に動詞が文の中心に位置し、主語や目的語がその周りに配置されますが、 日本語では基本的に文の最後に動詞が来ます。また、日本語では助詞が多く使われます。助詞は文の意味を明確にするために使われます。例えば、私はリンゴを食べますという文で、っと、おが助詞として使われています。この文章を英語で表す場合、はやおに対応する単語はありません。さらに、日本語には敬語という独特な言葉遣いがあります。 日本語には尊敬語と謙譲語という異なる敬語があり、それぞれの場面で使われます。しかし、どの状況でどの敬語を使うかを判断するのは外国人にとって難しいことです。日本語の敬語は言葉の形を変化させることで表現されるため、言葉の変化になれるのも難しいです。動詞や名詞、形容詞などの単語が敬語に変化するため、それぞれの規則を覚える必要があります。 敬語の使い方には日本の文化的な背景が関連しています。日本社会では年齢や社会的地位が重要視されるため、相手の立場や役割に応じて使う敬語が異なります。外国人にとってこのような文化的な背景を理解し、適切な敬語を使うことは難しいことです。敬語を間違えると、相手に対する失礼や誤解を招く可能性があります。特に、 日本語を学ぶ外国人にとっては、敬語の微妙なニュアンスや適切な使い方を把握することが難しいため、言葉の誤解や文化的な失敗を心配することがあります。日本語の発音自体を難しいと感じる人もいます。特に、母国語が日本語でない人にとっては、発音やアクセントが難しいことがあります。また、日本語には超音や発音など、他の言語にはない音があります。 それに加え日本語には多くの方言があり、地域によって言葉や発音が異なるため、日本語を学ぶ際にはそれらも理解する必要があります。以上のように、日本語が難しい理由は様々です。しかし、継続的な学習と実践によって、徐々にその難しさを克服していくことができます。日本語を楽しく学ぶには、様々な方法があります。まず、 日本の文化に触れることが重要です。アニメや漫画、映画、音楽など、興味を持っている分野を通じて日本語を学ぶと、学習がより楽しくなります。また、日本語を使って友達や言語交換パートナーとコミュニケーションをとることも効果的です。実際の会話の練習ができるため、自然な言語の流れや表現を身につけることができます。さらに、ゲームやアプリを活用して、 楽しみながら日本語の単語や文法を学ぶこともできます。自分の興味や関心に合ったトピックを選んで学習を進めることで、モチベーションを高めることができます。定期的に振り返りを行い、自分の成長を確認することも大切です。また、学習の達成感を得るために、小さな目標や報酬を設定すると、モチベーションを保つことができます。これらの方法を組み合わせて、 楽しみながら効果的に日本語を学習していきましょう。